い、皆さんこんにちは、森田光陽です。先ほど電車でですね、向かい側に座ってた男性の方と1秒ぐらい目があったんですよ。すごい気まずくなったんで、ちょっと目をそらしてたんですよ。あれは何だったんだろうと思って、10秒ぐらい経ってその人をまた見てみると、まだ僕のこと見てました。カントリーギターフレーズ19の、紹介解説をしていきたいと思います。今回は、このような感じで話を進めていきたいと思います。1、ダブルストップの便利さについてです。ダブルストップって本当に使うだけで、うまく聞こえるので好きで使ってます。ソロを弾くときとか、なんかこんな感じで弾くとできる人の演奏っぽく聞こえるので、ダブルストップに頼り切ってしまう時がたまにあります。これだけでうまく聞こえちゃうのでとてもおすすめです。カントリーフレーズということでどんどん紹介していってますけども、このダブルストップに関しては全然カントリーじゃなくても使える技になってますので、ぜひ皆さんやってみてください。これまでにこのカントリーフレーズの4と9でも紹介しております。で、4ではダブルストップの簡単な作り方と、9ではブルーノートを含めたダブルストップを紹介してますので、ぜひそちらの方も見てみてください。2ですけども、究極のダブルストップアプローチということで、今回もまたあのアルバート・リーさんからフレーズを頂戴しまして、紹介したいと思います。この方はいろんな引き出しがあるんですけども、ダブルストップフレーズが ものすごい多いと思うんですよ。僕的にぜひそのアルバート・リーさん、皆さん聞いてみてください。ネタの宝庫になってますので、とてもおすすめです。早速、フレーズを紹介していきたいと思います。まずはこちらをどうぞ。はい、このようなフレーズになってます。いつもの流れですと左手の分子についてやって、で右手の使う指の順番を説明していってるんですけども、 YouTube でゆっくり再生できるので省いていこうと思います。重要なポイントだけちょっと話していければなと思います。左手のポイントは1点だけあります。ここですね。ここがすごい重要なポイントになってます。何が重要かと言いますと、この時点では人差し指、5フレット人差し指がいるんですけども、ここのゴーストの間に人差し指から薬指にシフトさせます。そうすることによってこの後のフレーズがつまらず弾けるので、こことても重要なポイントになってます。右手も1点だけポイントがあります。ここです。ここ何がポイントかと言いますと、今人差し指と中指で弾いたんですけども、オルタネートでいけばこの後の4弦の8フレットは人差し指で行くべきところなんですけども、ここは親指で行ってください。これ人差し指2回連続で行っちゃうと詰みますので、親指で必ず行くようにしてください。3、ズバリこういう時に使えるっていうことで、このフレーズの使いどころを紹介したいと思います。これはキー G での曲に使えます。終わりのフレーズとかにはもうもってこいです。例えばなどの、終わり方に、使えたりします。または、このフレーズ結構長めのフレーズになってますので、前半だけ切り取って、いろんな場所で使えたりします。キー G なのでキー G の G のコードがやってくるときに、このフレーズを使えたりします。みたいな感じで前半の部分を G のコードが来た時に使うことができます。ポイントとしては、次のコード G から C に行くときは C のコードトーン、 G から D に行くときは D のコードトーンに着地するとか、そういったところが大事になってきます。なんといっても僕は、終わり方に使うのが一番のおすすめです。ぜひ皆さん練習してみてください。はい、今回やった流れをおさらいしますと、まずダブルストップに関しては4と9で紹介してますので、よかったら見てみてください。アルバート・リーさんはダブルストップフレーズの、宝庫ですよと。弾く時のポイントですけども、左手はこうですね、人差し指から薬指へシフトさせるっていうところですね。右手のポイントはここです。ここ親指でいきましょうっていう話でした。フレーズの使いどころとしては、キー G の G のコードが来た時に前半部分を切り取ってぶち込むことができますよと。一番のおすすめは曲の締めのフレーズとして使うととてもいいっていう、ことで紹介しました。今回から少しだけ説明の内容を変えてみたんですけども、
フレーズに関しては YouTube 何回も巻き戻すことができますし、ゆっくり再生することもできますので、そこで確認してもらえるといいと思います。で、どうしてもわからないポイントがありましたら、僕 LINE アットやってますので、その LINE アットでタブ譜取れますので、よかったら登録してみてください。この動画良かったよって方は、チャンネル登録と高評価を押していただきますととても嬉しいです。よろしくお願いします。また分からなかった点や質問などぜひコメント欄に書いてみてください。こういった動画作ってほしいとかでも全然 OK です。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。森田晃洋でした。じゃあまた後で。